去年10月、打ち上げに失敗したイプシロン6号機について、ジャクサは今日失敗の原因を特定したと発表しました。去年10月、木も月町の内野浦宇宙空間観測所から打ち上げられたイプシロン6号機は、ロケットの姿勢を制御するシステムに不具合が生じ、打ち上げに失敗しました。ジャクサによりますと、失敗の原因は燃料タンク内にある 燃料とガスを仕切るゴム膜に隙間が生じて配管が塞がったことから姿勢制御装置が作動しなかったと明らかにしましたこのトラブルは事前検査前の組み立ての段階ですでに生じていたもので事前検査の基準の設定が甘かったということですジャクサは新たなイプシロンロケットについて2024年度の打ち上げを目指すということです